グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート、U-24 日本産、3、0U-24 ガーナ国際親善試合、今シーズン、J リーグはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴、1ヶ月、両お試し実施中、U-24 日本代表はいつか、国際親善に、レ U-24 24ガーナ代表と対戦している。オーバーへ、自が合流した、日本のスターティングメンバーは、GK に、谷るをディフェンスラインには、中山武志のほか坂井博樹、吉田真也、富安武博という A 代の主力3人が並ぶ。中盤はボランチに、田中緑と、藤渡る、2列目に、道安律、久保武房、相馬祐樹、そして1。 に上田が入った守備では、高い位置、プレッシャーをかけつつ、攻撃時のポゼッシュ、でも優位に立っていた日本は16分、先制に、こうする。味方からのスルーパスに反応した久し、が、ドリーブルで、ペナルティエリア内に侵入し、放った、鋭いシュートは GK に引かれてしまう。し、し、こぼれ球を堂安が左足を振り抜いてのぼ、シュートで、 ゴールに押し込み先制点を脱った久保はボールを持つと、積極的にゴールに勝って仕掛けていく姿勢が目立った。そして32、その久保が追加点を挙げる。ペナルティエリ、内右に抜けた上田へボールを預けると、リタ、ンパスをもらった久保は、相手ディフェンス、GK の動きを冷静に見極めて、シュートを蹴り込み。だ。さらに45分、田中のロングパスに、 オーバーラップした境が、右サイドでフリーになり、折、しのパスに、相手 DF が足を伸ばすと痛恨の、O、ゴール。最終ラインからの安定した、ボールポ、ッションと、前線からの激しいプレッシング、主導権を握った日本は3点リードで前半を終わり、た。得点者、16分1、0同案率、U、24日本32分2、0保竹房、U、 24日本45分3零オーオンゴール二24日本ウ <music>